どうも別日のエビスくん。どうも別日の園長くん。何ですか？は、また来たけど。そうなんですよ。私たち、このゲーム終わったと思ったじゃないですか。前回終わったみたいな感じでこの辺でなんかね。終わってないということに気づきまして。終わってない。っていうか、まあ、冷静に今考えたらここ入り口確かに塞がってるなって思って。まあ変ではあったよね。脱出成功してねえなって思って、まあ、確かに確かに。でちょっとねもう何やったか覚えてないと思うんだけど。いやまあ大体は覚えてるよ。最後さポイントもらったじゃないですか。はいはいはい、もらいましたね。2ポイント貯まってるんですけど、これ3ポイント貯めてくださいって言われてるんですよ。3ポイント貯めたらなんか景品もらえますよみたいな下りで終わったんですけど、あったね。はい、これね3ポイント貯めなきゃいけないらしい。なるほどね。だから、もう一回これやらないといけないっぽい。なるほど。中身は一緒なのかな、別々なのかな。いやそれは分かんないんだけど、とりあえずポイント貯めなきゃいけないっぽい。まあなるほど。ポイントだけに。え、よし、んどこにだけにがあった今。え、よし。先輩先輩、え、はい、じゃあ乗せてくださいここに。おお、あ来た、はいはいはい、こいつなんて声で喋ったっけ俺。思い出して。お弟子をかけました、ありがとうございます。あほら言ってる。あえゴールしたからここから出して。ゴール、おうほらやっぱ終わってなかった。なんだよ、言ってくれよ、じゃあ止めてくれよ。よようこそアジトーブリャマへ。はあ、私アリャマです。ご存知だしちゃね。まあそうですね、知ってますよ。ではこの施設のご案内をされたからな。ここは初心者も安心脱出ゲーム施設でございます。また言うんだな。違った。お客様はアンラッキーな初の挑戦者でございます。はいはいはい。謎解き部屋がまっすぐに5部屋つながってますので、全ての謎を解いてこの施設から脱出してください。え、もうゴールしたはずだって。そうだよ。あひゃ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 。こいつマジで。ゴールって何ですか。装飾の私でも食べられます。さてお互い冗談はここまでにして、メッション。一回芝居とかないこいつマジで。そろそろ一旦焼いとく。ジンギスカンで一旦焼いとかない。失礼しました。またもう話を無事負けてしまいました。2回目だな。またもって言ってるしな。ポイント解除もうお渡ししておりましたね。いらないからって捨てないでくださいね。なるほどね、大事に。私の手作りなんですから。そうなんだ、手作りなんだ。これ手作りなんだ。さて次はどんな謎解き待ってるのか気になりますか。気になるね。はて次、そう次、次とは。こいつのこの謎の演技は何なんだ。さあさあ楽しい謎解きを始めましょう。まだまだこれからが本番でございます。ほう、本番。しつこいなこいつ。しつこいな。もういいんだよな。上見てる。さて準備がよろしければカウンター右側の階段から先へと進み、2階の赤い床の付近でお待ちくださいませ。あ開いた。変わってんのかな。じゃあでもてことはね、多分ね話の流れ的に変わってそうだよ。変わってるのかな。でも同じじゃない。同じだね。ねえ、ああです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 。受付カウンター以外ではスピーカー越しにで失礼します。ああまた前回と同じだと。まずそう明かり出して、はい、こっちも出して、はい出るね。下上下上下上上上下開いたで、え簡単じゃない。え、これ同じだわ。同じじゃないこれ。じゃあゴールまでカットかこれ。ゴールまでカットだねこれ。3ポイント貯めるまで大カットだよこれ。これ動画次これね、次のシーンでこれゴールいったら、じゃあ全部同じだったと思ってください皆さん。いきますか、せーの。ワープしたということは。まさかね、同じな。まさか。あったね。あったね。まんまだったね。まんま一つも変化なしでした。一瞬でクリアしちゃったね。むひょ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 。うん。
パンパンパン、おめでとうございます。おまるで一度クリアしたことがあるような謎解きさばきでしたね。ねえ、素晴らしかったね。安心して休憩室で眠ろうとしたくらいですよ。おっと、あくびが。失礼失礼。あ、記念のスタンプをどうぞ。あ、スタンプが3個になった。合計3ポイント。ポイントがたまったようですね。きた。3ポイントと引き換えにお土産をプレゼントいたします。うんうんうん。5つの謎解き部屋に登場したアイテムをからご希望のアイテムをお選びくださいませ。はあ、なるほど。左右のボタンで選択。お、なんか出てきた。なにこれ。真ん中のボタンでゲットですよ。え、ランプレバーって何だっけ。 あ、一番最初か。ランプレバー、絵の具の矢。え、絵の具の弓。あげさげリマーカ ン。最後の鉄扉の鍵。あ、オープン記念フライヤー。え、これもらってどうすんの。どれも多分もらってもしょうもないから、まあ、うん、せめてこれじゃない。フライヤーじゃない。フライヤーもらおうか。じゃあもらいよう。うん。もらいやーって言っちゃった。え、フライヤーにも繊細じゃない。フライヤーをちょっともらいやしよう。じゃあじゃあフライヤーをもらいやー。もらいやー。お、来た。で、おひょ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 。え、かわいい私の自画像が印刷されたフライヤーがお気に入りで、 あれね、もう少しかっこよく描いてほしかったものですね。魅力が半減です。いや、かわいいからね、いいんじゃない。いいでしょう。それではロビーにてお渡しします。お、準備がよろしければ壁のボタンを押してくださいな。なるほど。したらじゃあもう脱出終わりかな、さすがに。お、これで脱出か。こっちロビーに帰るのかな。じゃあ僕お土産でじゃあもう戻りもらって脱出完了って感じか。うん、多分それでバス乗って帰るんじゃない。あ、フライヤー。あー、来た。オープン記念フライヤー。フライヤーをもらいやしました。どう。何も変わりない。え、でもさ、ほら入り口閉まってるけど。でもほら、またあいつから降ってくる感じしない。これ待って、いるぜ上に。はいやって言ってるよ。え、またループ入ってる。いや、まあちょっと行ってみようか一回。あ、お客様。デジャブ。あれ、デジャブだなこれ。デジャブじゃないこれ。いや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 、地上から大変申し訳ございません。はあ、一緒だなこれも。屋根上牧場の手入れ中でございまして、着地失敗。あ、いた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 、足をくじいてしまいました。はい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 。あ、すごい、はい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 、早い早い早い、すごい早い。やっぱもう3回目となると、え、もう、え、何も言わず取ってこいよってことか。分かってんだろ、もう取ってこいって話。え、もう取ってこいすら言わないじゃん。はい、どうぞ。取ってきてもらえますかって言ってたのに。え、あ、え、ゴールしたからここから出して。えへへへ、ゴール。なんか壊れてない。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 ゴールって何ですか。変色の味でございます。パシャシャン。失礼しました。私は話を続けてしまいました。入り口のゲートを入り込む。はい、村です、村ですよ。私が。え、入り口のゲートを開けようとしてませんでした。してませんでした。全然してません。え、随分とお使いのように見えますが、気のせいですよね。謎解きお好きなように見えますよ。私はあなたに味方です。どうぞ。え、繰り返し。え、もうね、ちょっとね、あのセリフ変わってんだよね、若干。そうだよね、なんか、うん、変わってる。え、入り口脱出できませんでしたって。マスターキーでうんぬんとか。え、マスターキーうんぬん言ってた。言ってた。そのさっきこいつが落としたものの中にマスターキーがあったのよ。ああ、それで開けろってことか。そうか、先ほど落としたマスターキーを使って入り口のゲートを開けようとしませんでした。してませんわ。ってことはマスターキーが大事ってことか。これだ、もう落とした時点でこいつにあげずに帰るんだよ、あっちに、うん、なるほど。これまたワープじゃない、これジャンプワープじゃないこれまた。じゃあみんな行くよ。行くよ。せーの。はいはい、ということでクリアしてきました。クリアしました。これでマスターキーを手に入れて、そう、多分帰ればいいんだと思う。いでよラマ。お、来るぞ。来た来た。はい、来た。はい、来た。でこのマスターキーですよ、これ。それをどこに使うかだよね。あ、来た。マスターキー来た。これも多分さ、帰ればいいんじゃない。でも鍵使うとこないよ。いや、多分近づいたら開くんじゃない。
わかんない。わかんない。わかんない。え、でもさ、お土産何も使わないのってあるかな。え、君今チラシも、あのフライヤー持ってんの？持ってない。あ、持ってないの？もうなくなっちゃった。回収されたの？回収されたね。え、回収されるってことはやっぱなんかあるんだよ。ちょっと渡してみる？はい。ほい。うん。で、同じだよね。同じだよな。そう、このさ、この施設からだから。そうなの。この施設が脱出してください。5部屋じゃないんだよね。この施設から出るのが目的なんだね。あ、来た。入り口のゲートが開きますねとか。そうだよね。それはそれは私が仕事を楽にするための鍵で入り口のゲートではございません。なるほど。じゃあマスターキーは必要ないってこと？かもしれないな。ここで全部上げないと先に進めないんだもんな。そうなんだよね。マスターキーを使わないと先に進めないんだよ。そうなんだよね。あ、ちょっと待って。うん？一個ちょっと思いついちゃったかも。はあ。ここさ、カナドカンじゃんこれ。入り口用マスターキーにするってこと？あ、そうだ。名前変えるとかあんのかなとか。ここにカナドカあるのなんかおかしくない？そうだね。特に使ってないもんな。じゃあもう一回お土産見てみない？オッケー。いや、お土産が何もないわけないんだよな多分。来た。あ、ランプレバーか。なるほど、レバーもあんのか。いや、やっぱ怪しいのはレバーか。矢は弓がないと撃てないから意味ないじゃん。そう、矢と弓は多分意味ない。矢と弓意味なくて、でフライヤーは使ったでしょ。で上げ下げリモコン、ろうそくは特段なんかギミックはない気がするんだよな。で鍵、でもこれ最後の鉄扉の鍵って書いてあるから使えないんじゃないのかな。一応これかな。でも一番有力なのはまあ鍵かレバー、ランプレバーだから、あの入り口付近にレッドストーンのブロックがあれば、まあ、レバーの可能性もある。一旦どうする、鍵いくじゃあ。鍵にしてみますか。鍵持っていってレッドストーンランプもあるかちょっと調べよう。うん、じゃあ鍵で、で来た。で鍵だ。鍵、はい。特に変わりはないけどね。レッドストーンランプ探そう。なくない？名前変えてみる。入り口用ゲートの鍵とかにしてみる。いやでもさ、その複数選択肢を迫ることはないと思うんだよ。そうなんだよな。だって入り口ゲート用鍵が出てきてるわけじゃないじゃん。勝手に俺らが連想してるだけだからね。そう、以上書きましたけど。作ってみた。はい、入り口ゲート用鍵。入り口ゲート用鍵もう一旦行ってみる。これで入り口行ってみる。まあ違うだろうけどな。まあそうだよね。じゃあラーマ呼ぶ。あ、そのマスターキーの代わりにそれをあげちゃうとかね。あ、それやってみる。一旦じゃあ返してみる。じゃあそのマスターキーを返さずに。あ、ちょっと待って。ん？え、あ、ちょっと待って。ん？マスターキーの説明と入り口用ゲート用の鍵見て説明。マスターキー、無数の凹凸が加工されたってことは。いやいや、 そこじゃなくてそこじゃなくて違う違う違う。じゃあ両方の説明見比べてみてって。一緒ってこと？そうだよ。ああ。つまりマスターキーとして使えそうではある。ゲート用が多分。まあ、だからどうなるんだって話はあるんだけど。そう、だからさっきマスターキーで開かなかったんだもんねこれ。え、でもどっちにしてもアイテム取られちゃうから意味ないのか。いや違う、マスターキーだったら取られないのか。うん、マスターキーだったら没収されない説はあるのか。説あるから、マスターキーと思わせてこっちのお土産の鍵をあげちゃうとかね。あ、じゃあちょっとそうしよう。はい、買いました。はい、君が本物持ってて。 OK、 本当にそっちは本物？こっち本物大丈夫、はい、こっちも、こっちが偽物説ない？大丈夫です。これ失敗したらまた3週やり直しだよ。大丈夫です。じゃあ置いてみるよ。これでもしもここに回収されたら、はい、いけそう。ドン、あ、
あ、回収された。はい、じゃああと本置いてもらって。来たよ。え、でも同じだな。同じだよね。マサキ持ってるよね。違う、持ってます。うんうんうん。え、でも多分その上行って回収されちゃうんだよね。はいはいはい。お土産とかは。ええ、なんか開いてない。ええ、なんかガチャン。どっか今ガチャン。え、今俺ここと、ここ書いたナンバーとしてはガチャン。あれ、なんだ、なんかした君。うん、あ、いたえ、ここじゃん。え、でも何で、で何で何。あ、レコード、レコード、レコード入れる。いや、レコードさっき渡しちゃったもん。え、じゃあもう一回やり直して。ねえ、嘘でしょ。多分レコード流したらなんか発生する。どっか開いたりとか、あいつが寝たりするんじゃないの。え、先輩。え、なんか開いた。これ何。え、繋がってる。あ、じゃあこれあれじゃない、あ、リャマがさ開いてたじゃん、うん、なんか言ってたね。それは簡単に謎解きをすぐ、あの近道の鍵ですみたいな。そう言ってました。なるほど。あのね、ここのほら階段あるじゃん、これ階段ブロック、はい、ここは多分、はい、開くっていう印。なるほど。でも単純にここを通ってないだけなんだよね、うん、確かに確かに。結局変わんないんだよね。そう、意味ない。結局謎解きしてるのか。うん、はい、はい、来ました。で、でなんだっけ。そっか、レコードか。だからもう普通にロビーに帰ればいい、一旦。 OK OK OK。 はい、でアイテム全没収されちゃったので。マスターキーもない。もうないです。あ、なくなるんだ。それで、そう、だからここは普通に呼んで、うん、さあくれ、来た、よっしゃ、さあ、で、ドン、開いた。うわ、やっぱそうだった。開くんか。で、多分ここに入れる。はい。あれ？入れない？え？え？え？関係ないだと？え？え？全然関係ないとか、もしや。嘘。ただ開きますっていう。マジで言ってる？え？え？え？これもうずっと。これで遊んでねっていうやつなんじゃないの、これで。脱出できるって絶対。本当に？脱出って階段だから。ここから脱出って階段だから。でも多分絶対マスターキーを持ってここを通るっていう動作は、うん、使わないってことないよね。でも謎解きしないんじゃないの？いや、だってさ、謎解きをスリップできるわけじゃないじゃん。ここを使っても。そうね。ここを通らなくていい、良くなる わけであって、でも多分これ踏んだら、ほら閉まるんだよ後ろ。はい。でもマスターキーがあれば生き生きができる。ほう。まあ、だからなんだっていう。生きしてどうすんだって話ではあるけど。開けることによって戻ったら何かあるんじゃないの？もしや。嘘でしょ？え、ありそうじゃない。でもだって一個ずつなんかを変えて戻るっていう。え、だから謎解いて入り口開けてマスターキーで戻る、うん、あー、確かに一番最後行ってから戻ってないね。そう。嘘だよ。嘘だよ。ちなみに今1ポイントだからあと2周は必要です。マジかよ。さあ切ったぞ。やっとポイント固まるんじゃない。これで何周してんの。本当に頼みますよ。本当に。あれはマサハン、ここから出してください。本当に。よし、行くぞ。はい、ここ開くんだよね。あ、ここ開く。で、これで、で、これで開きますと、ドン。あ、閉まったね、はい、後ろが閉まった。よし、これで行くぞ。で、これでまた帰る、戻る。さあ、どうなる。うん、変わってない。変わってないの。いや、分からん。そのまだまだあるから、ギミックは。俺が気になってんのは、これがガラスに変化するんじゃないかと思ってんだよね、ずっと。なるほど。ドン。
ね、ドーン。で、戻る？戻ってみる？はい。もう一回戻ってみる？あっ！あっ！これさ、色変わってない？旗の色変わってるよね。だよね、だよね。俺も今思った。青になってる。赤、黄色？赤緑だったよね、これ。何が掘ったん？二つ目をクリアしたから。あ、そういうこと？これじゃあ全部クリアして戻ってこいじゃない？そうじゃない？うん、そうしてみよう。一回行ってみよう。やっと来た。いや、ここからか。今がスタートか、これ。スタートか。ここからが本当の脱出。はい、来たよ。OK、最後まで来た。よし、戻れ。何か変化があるといいが。どうよ。どうよ、どうよ、どうよ。いや、変わってないかな。変わってないな。変わってないな。嘘でしょ。これなんかセリフ全然違くない？全然違う。こいつ何言ってんだ。ただ好きな食べ物の話してる。ね、してるね。頻度とかもういいじゃありませんかね。あ、変わってしまってるな。楽しい謎解きを続けられるんですから。ずっとずっと。こいつ結構怖めだな。言ってること。ああ、もう止まんねえや。やば。こいつえぐいぞ、有山。有山実はマジでイカれてる。可愛くねえぞこいつ。イカれ野郎だ。イカれてるよこれ。人間を捕まえてその建物に閉じ込めて観察するのが親戚の趣味なんだって。お前だろそれ今。今のお前だよ。こいつボタンを押せばペラペラと何か喋ると思っていませんか。バレてる。一方的に話をするのも疲れるのですよ。早く脱出してほしいというのは本心なのでございます。いや、それも俺もそう思ってるよ。もうそろそろ脱出への手がかり見つけましたか。全然わかりません。脱出なんて無理ですよ。だって出られるように作ってないんですから。は？え？諦めて焚き火で温まったり射的を楽しんでいればいいのです。発狂するときは今から発狂しますって宣言してくださいね。録音しますので、それを聞きながら眠りにつくのが好きなのです。レコードあったね。いい夢が見られるでしょうな。そうそう、一つ訂正しなくてはいけません。ゲームを始める前、ここが本日オープンとお伝えしましたが、それは嘘でして、とっくの昔からこの施設はあるんですよ。だよね。先月は2組のカップルが遊んでいたのですが、はあ、どちらも気が狂って死んでしまいましてね。急に怖いじゃん。屋根上牧場の芝生の肥料になっていただきました。これも嘘？本当？どっちだと思います？さて、そろそろ気遣いだと思いますが、今皆様が聞いているこの声は事前に録音したものでございます。なるほど。おそらく今頃私は屋根上牧場の手入れをしたり、おやつを食べながら休憩してくつろいでいるでしょうな。ということで、私からのヘルプはここまででございます。終わり？本当に屋根上牧場の肥料にならないようお気をつけて苦しんでくださいませ。では、さよならなの？さよならした。うわ、そうだよな。これさ、はい、まあ、全然その謎解きの解明にはつながらないけど、はい、ここの部屋と、はい、この奥の焚き火部屋、はい、はクリアしなくても進めちゃう。なるほど。うん、つまりだからクリアしないで進むのか。っていう。え、まあ、一応まあ、そのいや全然それが合ってるか分かんないけど、クリアしないで進んでも何が変わるんだ。ここもさ、はい、もうガラスになってるじゃんこれ。はい、これだから俺がずっと言ってるさ、一番第一ステージのモヤモヤと一緒じゃないっていう。こいつがガラスになった瞬間に第一ステージもガラスになるってこと？なるとかじゃないの。そこの下が赤いのも変だよな。なんであそこだけ赤いんだろう。確かに。あの入り口の山の前も赤いんだよな。そう、なんでここ赤いんだろう。色で言ったらまあ弓矢だけどさ、まあ確かに弓矢では
色使うけど射抜くものがねえんだもんな。で弓持ってこれることは可能か。でも、まあ、可能だね、うん、弓の部屋から持ってくることは可能。そうそうそう。でもまあ持ってきてどこに打つかだけど、とりあえずここは何も触らずに行ける、行ける限り行こう。このまま行ってみよう。あ、先輩、え、ノースクが赤いよ。本当だ。なんで、なんでなんでスイッチはなんだ、スイッチはなんで色変わるの。旗も変わ、あ、旗も変わってない、まだほら赤青だ今は。本当だ、赤水色。本当だ。え、これさ、例えばガラスがさ、うん、このエフェクトがパーティクルがガラスになるのであれば、うん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 、パーティクルは出さなきゃいけないよね。パーティクルは出さなきゃいけないね。だこれスイッチ押しちゃっていいのかな、これ。押しちゃっていいんだな、多分。で、さっきのあそこのガラスのところクリアする、ガラスの道。ガラスの道、そう、それでクリアして、はい。俺の推測通りであればガラスになったりしないかなっていうのをさっきから思ってはいる。やってみるか。はい、ゴールするよ。はい。頼む、なんか変わってくれ。頼む、変わって。ドン。変わった。ええ、ガラスが埋もれたよ。ええ、なんで。だ、やっぱ正面入り口通っちゃダメなんだこれ。そうだ。で、あそこでクリアした判定になっちゃうんだ。で、弓矢ゲットして、あ、それでガラス、ん、あ、ガラスを射抜くってことが。でも射抜くけど、あそこにあったのは赤だから、俺が思ったのは、あ、青いリモコンで動かしてこの上の隙間から脱出みたいなさ、かなと思ったけど、赤だから。青いろうそくなったら赤いカーペットが青くなんじゃねえのか。今赤いろうそくの世界だから、アイテムが赤いろうそくかもしれない。あー、ありえるだよね。そのろうそくの色が変わってれば赤いガラスにして、あれでそうだけどな。でも青だな。いや、青だな。青いろうそく、青ガラスブロックを移動させるリモコンだね。一旦、はい、一旦最初の第一謎解きのガラスを赤い矢で撃てんのかやってみるか。あ、確かに確かに。あれがまずできるのか調べてないから。それができるなら赤から青にする方法が あるよね。そう、変えて青にして青ろうそくで上に上がるルートだ、多分。よし、来た。で、来た。ここに立って、ああ、なんかパーティクル出てる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 。色変わるぞこれ。来た。変わった。変わるじゃんこれ。変わるんかい。これでリモコンを使えるように、うん、青に変えるんだ。青い世界に変える必要がある。どうやったら青になんだ。どうやったら青になんだ。焚き火？焚き火一応青と赤では あるよ。要素は一緒。要素は一緒。一緒だけど、ガチャガチャしても赤青に変化してるようなとこなかったんだよな。はい。ちょっと適当に触ってみるわ。あ、変わった。変わった？なんでだよ。なんでだよ。全然わかんない。なんで青になったの？え、待って待って、ガラス青になってる。なんで青になってんの？これは？変わった今。変わってない。これは？変わってない。これは？変わってない。なんでだよ。え、焚き火の、焚き火を普通に着火しただけ今。あ、じゃあ1回目の着火で青になるんだこれ。で、多分これで、おー、うわー、これで上に行くんだ。多分あそこの天井開いてるから。いや、行けるね。あー、行けそう行けそう。1、2、3。そっち行けない？行けるよね。え、脱出できるよ。じゃない？あ、なんか喋ってる。ああ、天使、本日は晴天なり。ほら、これは驚きです。なんと、脱出を。来たぞ。本当に驚きました。あ、こっち牧場あるよ。あ、見に行こう、見に行こう。まさか私の60行以上に及ぶ丁寧な解説と回答を見ることなく。いや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 い。脱出する猛者が現れるとは。猛者だぜ。一体何を食えばそんな思考回路を持てるんです？うわ、これ気持ちいい。装飾の私には分かりません。では建物の入り口の階段前にて、ほう、お待ちしております。来た。うわ、いるわ。あー、外に帰ってきた。
お客様、改めて脱出おめでとうございます。もうすでに脱出されておりますので、はい、変にキャラ付けをせずお話しさせていただきます本心でな。まずは数々のご無礼、暴言、サイコパス発言、確かに、そして鼻水のシャワー、大変失礼いたしました本当だよ、鼻水以外は全て演出でございます。嘘こけ、念者もしておりません。着地の練習もしましたので、その心配はしてないんだよな。それと脱出挑戦中に申し上げた私の話は半分以上が嘘でございますじゃあ半分以上は合ってんだな。どれが本当でどれが嘘かは真実が信じ、あなた次第真実はあなた次第にお任せいたしますさて、ほう、さてさて、あ、何か脱出のご褒美にお話をさせていただこうと思うのですが、もう随分のご褒美が必要だよ。ああ、私の親戚の話を。これ知ってるな。すでにお伝えをしておりますが、改めてお話を。はい。おそらくバスでお越しいただいたと思われますが。うんうん。はい。何でしたかな。月見川バスでしたかな。覚えてないな、もう。この近くに月を見るのに最適な川がございまして。はあ。そこから名前がついたバス会社だそうです。あ、なるほど。その川ですが、巨大な竹林を通る形で流れておりまして、はいはいはい、その場所に親戚のおばさんがね、怪しげな和風作りの建物を建てて、夜な夜な人間をさらって閉じ込め観察しているとのことです。うん、なんか言ってましたね。悪趣味ですね。違うが繋がっているとは思いませんどの口が言うんじゃい。帰りのバスでは気をつけてくださいな。不自然な工場事故に遭わないようお祈りしておきます。え、あ、もしこういった謎解きがサンダの飯よりお好きなのでしたら、バスの終点の船着き場でチケットを買うことをお勧めします。ほう。行き先の名前、料金表には書かれてはいないんですが、受付のおばあちゃんにカエルの島行きと注文してみてください。え、そうしたら小さい方か大きい方か上の方か聞かれますので、ご予算や好みに合わせてお好きな行き先をお選びください。はい。何を言ってるかわからない、いまいち。あ、いやいや、まあわからなくてもそれでも構いませんでは私はこれで終わり。こいつなんか自分がまともみたいな感じで終わろうとしてないかね。え、次のお客様のお出迎えでございますので、本日はお越しいただきありがとうございました。え、消えた。いや、一番サイコパスな説あるよね。あいつが一番のサイコパスだよ、完全に。だよね。うん。あれは？お、クリアおめでとうございます。何週もさせてごめん、許して。本当だよ。お、え、なんか扉が。え？え？なんで？何の扉？わかんない。え、待って、俺行けないんだけど、俺ちょっと。あ、マスターキーだから開くんだ。なるほど。なんかあるよ。え、何これ、何これ、何このルート、たまたま今、何このルート、何ここ、地下ルートある、怖い、やサイコパスの監禁部屋じゃないこれ。え、あ、いや、ま、これはね、いや、これはね、あの見ちゃいけないやつじゃないこれ見ちゃいけないやつか、見ちゃいけないやつじゃないこれえ、これだ、見ちゃダメなやつじゃないかな、見ちゃダメなやつか。ルーム2、ルーム3ブック。 え、怖いんですか、これね。いや、これ先輩なんか見ちゃダメなやつだね、これ。これ見ちゃダメなやつだね、見ちゃダメなやつだね。たまたま見つけちゃった、もしや。たまたま見つけちゃったね。こうほら見て、みんなスペクタースイッチがあるから、はい、お、押して、押してみる。うん、あ、なった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 、おー、え、待って、ん、何、なんか地下世界が広がってるけど、え、あ、本当だ、何これ、え、しかも知らないギミックあるんだけど、本当だ、何このギミック。あ、これはでも、これも見ちゃダメなやつ、これ多分見ちゃダメなやつだ、これ見ちゃダメなやつ、これこれ見ちゃダメなやつ、これ見ちゃダメなやつだ、これ危ねえ危ねえ危ねえ、びっくりしたびっくりした、あー、危ねえ危ねえ、びっくりした。あ、てかなんか全然あれだよ、ストーリー通り帰らないと。あ、確かに。スペクテーター戻すか。一回スペクテーター戻しに行かないと。はい。あ、ここで大丈夫よ。あの F3、F4 で。あ、オッケー。え、何も押せない。え、俺ずっとこれスペクテーターなの。嘘でしょ。なんで？なんか何も触れなくなったし、何もあって
俺坊主になってる自分の画面見ちゃいけないもの見たからだよ君は見ちゃいけないもの見たから肥料になっちゃった。管理者に怒られたんだよ嘘でしょ、なんで俺だけ見ちゃいけないもの見たから。だって開くんだもんあそこ、開いたものはしょうがないじゃない。アイビス君は、ある意味囚われたということでなんで俺だけこのここにどうして見ちゃいけないもの、君はパンドラの箱を開けてしまったんだよ助けてさようなら、助けて昇天しちゃう、私には助けられない俺も連れてって